明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。この動画は初心者の方にトータルギターメソッドを実際にお使いいただいて上達する過程を公開する企画です。女子高生のめぐちゃんにご協力いただいてます。新年の1回目はですね、3ノートパーストリングスケールといって1本の弦に3つずつ音を弾くスケール、これをめぐちゃんに覚えていただこうと思います。ギターのね、押さえ方って前やってみたいに3つしかないんですね。6弦の357と押さえてください。音出して出していいですよ。そうそうそう、これ開く形じゃないですか。この形と346って押さえてください。そう、この中指と人差し指がくっつく形、そして356って押さえてください。そう、薬指と小指がくっつく形、この3つしかないんですね。でこれ出てくる順番が決まってまして、この開く形あるじゃないですか、これが3回出てくるんですね。人差し指と中指くっつく形、これが2回出てくるんです。でこの薬指と小指がくっつく形が2回出てくるんですね。これをずっと連続させていくっていうのが弾き方。6弦の3フレット、これがスタート地点だと思ってください。1個飛ばしの開く形、これ3回やってください。次の弦で、また次の弦で、はい、ちょっとリバーブ消してもらっていい？次、人差し指を縮めることで人差し指、中指、小指と押さえたいんですけど、人差し指4フレットで持ってきてください。はい、そして次また同じ形ですので457って弾いてください。ちょっと音変じゃないですか。はい、で前に言ったと思うんですけど、3弦から2弦にまたぐ時って1個右にずれるっていう決まりになってるんですね。だから1個右にずれると同じことやってください。綺麗になったでしょ。次2回やったので薬指と小指が連続する形なんですけど、弾いてください。そう、そういう形なんです。もう一本弦があるとしたらまたその形が来るってことになるわけなんですよ。だけどもうこれで弦終わりじゃないですか。今6弦と1弦と同じ音なの分かりますか。これ両方ともEの音なんですね。だから今1弦でやったのは何でしたっけ、これ今同じことを6弦でやっても大丈夫なわけですよ。同じ音になるでしょ。はい、なので今薬指を使ったやつの1回目ってことになりますよね。で次その薬指を使うやつの2回目いきましょう。はい、でそれが終わったら一番最初の形に戻るんですよ。あの開く形ですね。人差し指の位置残したまま開いてみましょう。はい、次また2回目、はい、次また同じ形なんですけども、3弦から2弦に行くときは1個右にずれるので、次は人差し指閉じることで、はいはい、それをもう一度6弦でやりましょう。はい、じゃあ2回目いきましょう。はい、次は今度薬指使う形の1回目、はい、次2回目、はい、次は人差し指残したまんま開く形ですね。だけど私たちは1個右にずれなきゃいけないんです。はい、開く形の2回目、それを6弦でもう一回いきましょう。はい、で3回目、はい、次人差し指を閉じて、そうですね、次また人の中こう同じパターン、はい、次真下に行って薬指なんですけど、私たちは右に1個ずれるので、1回目、次2回目どうぞ。はい、で同じこと2回目をもう一回6弦でいきましょう。そう、今度開く形ですね。そうか、はい、次3回目、はい、次人差し指を閉じて人差し指中指がくっつく形なんですけど、私たちはさらにもう一個右に行かなきゃいけないので、2フレットを右に行くことになりますね。そうです。で2回目どうぞ。はい、で2回目もう一回12フレットからいきましょう。はい、そうですね、ちょっと弾きにくいですね。次人差し指、薬指、小指、1回目、はい、次で2回目、次人差し指を残したまま開く形、そうで、それの2回目、はい、で真下で同じ、はい、今開く形の3回目でしたよね。それをじゃあ6弦からでやりましょう。届かないですね。
でも今ねこれ12フレットって0フレットと同じ音なんですよ。だから13フレット弾くってことは1フレットでやっても同じ音、13、15、17って弾きにくいんで1フレットから弾きましょう。さっきこのってやったと同じ音でしょ。1オクターブ低いだけね。これ何の何回目だったか覚えてます？開く形の3回目。そうなので次は人差し指、中指、小指の1回、次2回目、次は人差し指、薬指、小指の1回目、はい、次は1個右にずれて同じ形、はい、次何？開く形の何回目の1回目。1回目、はい、はい、でそれを6弦で、そうなると最初に戻ってきて、このやり方が3ノートパースリングスケールの原理なんですね。おさらいしますと、開く形が3回、人差し指を閉じて人差し指、中指、小指を使う形が2回、そして人差し指、薬指、小指を使う形が2回出てきます。そして人差し指を残したまま開く形、これを繰り返す。そして3弦から2弦に移動するときは1個右にずれる。これを覚えておくと、一番最初の開始音 G の音、ソの音さえ分かってしまえばずっと弾き続けることができるんですね。これちょっと覚えるのが時間かかるんですけども、今後ゆっくり覚えていきましょう。以上、3ノートパワーストリングスケールを今年は一番最初にやってみました。それではご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。